皆様こんにちは。今回はカラコンの付け比べをしていきたいと思います。はい、今回紹介するのが、で今回は4種類ちょっと付け加えじゃない付け比べしたいと思うんですけど、 SNS でね話題になっているカラコンがあって、まずはこの2つをまず付け比べしていきたいと思います。ポップレンズのリアルリングのワンデーブラウンですね。ワンデーブラウンと、エバーカラーワンデーのクリアキャメル、これの付け比べをしていきたいと思います。これね、まずはそれぞれの開封前の感じ、こんな感じになってます。これが、リアルリング、ポップレンズのリアルリングの方です。結構小さめで縁はしっかりしてます。でブラウンがね、明るめなブラウンですね。これ私好きな感じです。はい、そしてこっちのエバーカラーの方がこんな感じになっております。ちょっとさっきのよりは直径が大きい感じかな。で縁がこれもこっちもしっかりしてます。ではこっちからつけていこうかな。エバーカラーの方、はい、エバーカラーを両目つけてみました。エバーカラーのクリアキャメル、こんな感じ。かなりこう結構大きめですよね。こんな感じで、ブラウンっていうよりはちょっとこの、まあ私結構黒目がちなんですよ、色の目の色的には。なのでちょっと黒っぽい感じで見えてるので、さらにちょっとなんて言うんだろう、黒目が大きい、黒目がちに見えると思います。ではリアルリングをつけていきます。はい、こんな感じ。かなりナチュラルな感じのサイズ感と色味だと思います。これは毎日使用、私はしたいなと思うカラコンですね。でどちらもすごくつけ心地もいいんですよ。ゴロゴロしたりしないし、まあ私の目に合ってるっていうのもあると思うんですけど、カーブだったりねあるので、でも私は本当にどっちもつけ心地がすごく好きなんですけど、こっちの方がすごく自然で、ちょっと裸眼風というかカラコンつけてますっていう感じが割と少ないのかなと思います。うん、これすごくね好きなんですよ。次がこっちのモラクダズルブラウンと、こちらのビビリングのブラウンを、付け比べしていきたいと思います。はい。このね、ビビリングは私ずっと愛用していたカラコンなんですよ。まあもちろん今も愛用してるんですけど。そう、これね、すっごく好きで。で、これも、形状がすごく似てるんですよ。モラクダズル。そう、モラクダズルベージュっていう色。ベージュだね。の2つをちょっと付け比べしていきたいと思います。ちなみに中身はこんな感じになっております。こっちがダズルベージュ、モラクダズルベージュで、こっちがビビリングのワンデーブラウン。ビビリングの方が気持ち縁が薄めかなと思います。こっちのモラクダズルベージュの方がちょっと縁がしっかりしてますね。黒っぽいのかな。でビビリングの方がもうちょっとブラウン寄りな縁な色の気がしてます。はい。ですごくね、パッと見は似てるんですけど、結構つけると違うので、これもつけていこうと思います。ちなみにラガーの状態がこんな感じで、ビビリングは前っていうかよく動画でも使っているので、ちょっと最初にこっちをつけてみます。ダズルベージュ、こんな感じです。ダズルベージュ近くで見るとこんな感じ。しっかりね、縁の存在感があると思います。こんな感じです。で遠く引きで見るとこんな感じ。しっかりベージュ感もありますよね。で大きさもそこまで大きすぎず、つけ心地もいいです。はい。でさあ次、こちらの私の愛用しているビビリングを使っていきたいと思います。でこれはね、橋本環奈ちゃんになれるって今 SNS で結構話題らしい。私全然知らずにずっと愛用してるんですけど、確かにねチュルンとした目になります。はい、こんな感じです。近くで見るとこんな感じ。
きで見るとこんな感じです。はい、最初にこう製品のこう紹介をした時も言ったように、ちょっとこのビビリングの方が縁の色が薄いんですよ、このダズルベージュより。だからさらにこう瞳に溶け込んで自分の元々の目のような感じに見せてくれます。そうなので、こう馴染みのいいカラコンを探してる方は、まあ僅差ですけど、どっちも可愛いんですけど、こっちの方がおすすめかなと思います。そうで、私もこのカラコン普段から結構愛用してるんですけど、まあその理由として、まあ本当にそれこそ瞳のような、自分の目のような感じに見せてくれるので、どんなメイクにも合うっていうことで結構使っております。でこれもね、どちらもつけ心地はすごくいいです。はい、こんな感じで4種類つけ比べてみました。 SNS で話題のこのカラコンだったり、ちょっと似てるような形、デザインのカラコンっていっぱいあると思うし、これも結構パッと見のデザインはすごく似てるんですけど、どんな感じなのかなと思って、2種類ずつ付け比べしてみました。はい、で私のこの中でのおすすめは、やっぱり普段から愛用してるこのビビリングですね、のブラウン。このビビリングは本当にこう馴染みがよくって、すっぴんでも割とこれは馴染むので、そのなんて言うんだろう、カラコンつけてますっていう感じにはなりにくくて、すごく自然なので、私はまあずっとこのビビリングを愛用してて、他のカラー、オリーブカラーだったり他のカラーもすごく好きで使ってるんですけど、どれもねすごく可愛かったんですけど、中でも一番おすすめはこれかなっていう感じです。普段からね結構私はカラコン愛用してて、メイクもコロコロ変わるし、カラコンもコロコロそれに合わせて変えてるんですけど、もうどんどん新しくていいカラコンが出てくるので、まあ、また定期的にカラコン付け比べだったり、好きなカラコン紹介だったり、そうカラコンに特化した動画も作っていけたらなと思っております。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。